鹿児島市など3都市で開かれている世界マスターズ水泳選手権。鹿児島市は音楽に合わせて演技を行うアーティスティックスイミングの会場で、30年ぶりに競技復帰となったソウルオリンピックの銅メダリスト小谷実可子さんは、昨日までに2つの金メダルを獲得して、出場する自身最後の種目デュエットのフリー演技に今日臨みました。華麗な動き健在です。台風の影響で日程が延期され、昨日今日と競技が続いたこともあり、体力的には厳しい中だったと話しますが、終始美しい演技を披露。見事この種目でも金メダルに輝きました。すごくいいお風呂を見つけて、昨日の夜も実はすっごい疲れてたんですけど、やっぱり最後一発ここに入らないとねって言っていいお湯に入って泳ぐことができたので、本当に今回世界マスターズのエースが鹿児島開催でよかったですし、温かいお湯に感謝しています。